板橋グリーンホールは、東京都板橋区栄町に所在する複合施設で、ある。旧名は、板橋区立産業文化会館、板橋産分ホール。2004年に改修工事が行われ、現在の施設名となっている。イベントホール、会議室のほか、板橋区の行政施設が入っている。マイクの使用及び飲食が可能な部屋は、2階ホール1階。 ホール601会議室のみとなっている。都心から近く、会場使用料も比較的安いことから、インディ系のプロレス団体の興行に使用されることが多く、特に、ネオ女子プロレスは、早くからこのホールを使用し、上打ち会場となっていた。ネオ解散後にその後継として旗揚げされたワールド女子、プロレスディアノも2012年より大会を開いている。 板橋区に拠点を置く板橋プロレスリングは2014年の旗揚げ工業より感染有料の工業の会場として使用しており2018年には5回の工業を行ったただし会場がカーペット式であることから紙テープ、紙吹雪の使用が禁止されているまた横断幕を壁に貼ることは可となっているがガムテープの使用は禁止プロレスは 通常2回ホールで工業を打つが、埼玉プロレスのようにリングではなくマットを使用する団体が1回ホールで打つ場合もある。この場合、マットの周りに1列分のスペースを空けて、パイプ椅子を並べる格好となる。ありがとうございます。